皆さん、いつもお世話になってます立花です。とコロちゃんです。よろしくお願いします。いてて噛んだでしょう。今回なんですけども、コロちゃんドッキリ企画第6弾ということで、コロちゃんに飼い主殺害ドッキリを仕掛けていきたいと思います。今回はこちらのおもちゃのナイフを使って、私が父親に刺されてしまいます。私がナイフで刺されて倒れたら、コロちゃんは一体どんな反応をするのかというのをモニタリングしていきたいと思います。そうですね、今回は初めての第三者を使ったドッキリということで、いつもより凝った演出ができると思いますね。コロちゃんね、ほら取ってこい。コロちゃんすごい心配性な子なんで、私に駆け寄ってきて体を舐めてきたりするんじゃないかなと思ってます。コロちゃん、お手。コロちゃん、ういえ、意気込み？おそらく私たちの親子のね、絆を考えると、おそらくうまくいくと思います。まあ楽しみにしておいてください。今日もかわいいね、今日もかわいいね。すごい心配してくれましたね、コロちゃんね。ありがとうね、ありがとうのお手。出てきた。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。他にもコロちゃんのこんな動画が見てみたいっていうのを募集してますので、お気軽にコメント欄にお書きください。お父さんはこれからコロちゃんとどういうことをしていきたいですか？そうだな。でもコロもね、今もう何歳？10歳？